怒りです。こんにちは。怒りというラジオではありません。ラジオ自己満足の怒りというコーナーです。よし、ここです。骨氷です。はい。怒りです。さっき何歌ってたの？曲名出てこないや。まあね。でも、ね、切ってるから。切ってるから。そう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 。はいはいはい。はいはいはい。じゃあ私からいきまーす。切ってるのかな本当に、はい。はい。私からいきますね。もう切ってるし、はいはい、私からいきます。怒ったことを、言って、はい、本当に同情を誘うコーナーです。はい。はい。これ、ごめんなさい。もうラジオ、これだけ言ってるとラジオで言ったか言ってないかわからないんですけど、うん、言ってたとしてもちょっと改めて言わせてほしいっていうことで、はい、まあちょっともう自分自身にやるせない怒りがあるから、それをちょっと言いたいんですけど、ちょっと僕が撫で方すぎるっていう話ですね。でもめっちゃ最初の方じゃない？言ってたとしてもね。そう。今ね、職場が変わって今新しいのやってますけど、朝の電車がちょっと通勤時間に前よりなったので、込みなんですよ。ああ、込むのか。そう。で、僕リュックなので、リュックを前にするじゃないですか。まあ混んでるとね。そう。で、混んでて、しかもどんどん人密度が上がっていくと、うん、徐々に肩がすぼんでくるんですよ。うん、わかります？ってやると、撫で方がさらに加速して、リュックがズルンって落ちるんですよ。ああ、もう。ね、はい。そう。で、それじゃいけないから、肘を曲げて、そこで抱えるようにするんですけど、わかるよ。いかんせん、荷物が重すぎて、めっちゃ腕痛いんですよ。あ、もう筋トレみたいになってるってことね。そう。でも、上には上げたくはないし、で、なんか床に置くんでも荷物だけどっか行っちゃうし、多分。そんなか？え、いやでもそんなだもん。だって移動が激しいからさ。はいはいはい。だから、なんでこんな撫で方なんだろうって怒ってます、最近。何に怒ってんのもう。え？自分？自分だよ。でも肩パッド入れるしかないもんだって。だってみんなさ、なんか周りの人に聞いてもあんまり共感してもらえなくて。どうしたらいいんだろうね、でも。だって骨氷さんは違う？そんなことならない？いや、私、撫で方だからなるけど。なるよね？そうだよね。そんななんか、足元に置いちゃうから、僕も。そうなったら。いや、そう、本当はね、重いから、パソコンとか持ち運んでるから、うん、落ちてんですけど。雨じゃない限りは。でもね、なかなか込み込みだと、本当に、なんだろう、もう動けないくらいには混むから。なるほどね。そう。で、一回置いてて、立ってたリュックが、横になっちゃって、うん、隣の人にゴンってなって、でも、混んでるから拾えなくて。あ、鏡なくて。そう。で、めちゃくちゃ下打ちされてっていうのが嫌すぎて。それはもう私が悪いから。そうなると、やっぱ置けないじゃん。そういうのも込み込みで。ああ、そう。だからちょっと本当になんかいい対処法。根本の解決はさ、うん、肩掛けカバンですよね。たまにいるじゃん。肩掛けのビジネスバッグ。パソコンも入りそうな。うんうんうん。丈夫そうなカバンを持ってる人も。あれしかないよね、撫で方はもう。でもあれだと、うん、片側に重さが、あ、肩掛けだからああすればいいのか、たすき掛けにすればいいってことですか？あ、そうそうそう、そう。なるほどね。あー、まあ。で、僕、リュックが好きなんですよ。まあ、負荷はね、そう。少ないもん。歩いてるときペタペタなんないし。だし、なんだろう。内容量、容量的な意味でも、多分そういうのってあんま入らないじゃないですか。でかいのあるよ、肩掛けでも。あ、ほんと？うん。あるけど、あんまいないね、やっぱり大荷物だなって人以外は。あとはなんか、おじさんのイメージない？肩掛け。そこさ、金繰り捨てようぜ、もう。もうおじさんだからいっか。何のプライドだよ。ちょっとまあ、じゃあそれはごめん。本当にそうだわ。反省。今さらさ。本当に、おじさんとおじさんのラジオだったわ。あぶねえ。肩掛け PC バッグなんて。あるからさ、うんうん。まあそれでよ、そんな気になんならね。正直、あんまりかもな、僕はもう、本当に混んでる時間って避けちゃうから、どうしよう。うん、でも乗らないから、ね。早めてでも。そう、なんか、乗るぐらいなら早起きするし。ああ、でももう、そう、通勤だからそんなことも言ってらんないからね。そうね。僕も1ヶ月だけだったから耐えてたの、それ。だからちょっともう、まあ耐えるけど、耐えるし、どうにかするけど、嫌だなっていう話でした。現場がさ、うん、いずれ入る。現場が、またその時間帯乗るようだったら、ちょっと肩掛けカバン検討してもね、いいかもね。テレワークとかだったら、パソコン持っていくことがないか。テレワークだったらもういいけど。パソコンが入ってなかったらまだマシじゃない？そうそうそう、そうなんですよ。重いから今、自分のパソコン持ってってるから。まあ大丈夫か、じゃあ。今だけの辛抱です。ちょっとまあ様子見しますが、慣れ方って辛いよねっていう話でした。なるほどね。はい。ああ、私はですね。はい。先週の動画じゃねえよ。全然、ポッドキャストの方の概要欄にも。書いたんですけど、はい、美容院なさすぎなんですよ、この辺。うん、そうっすね。この人と電話しながらね、私髪切る場所を探してたんだよね。もう今は、3ヶ月半。
噛み切ってないです。本当に。今もうめっちゃ長いですからね。肩にかかってる。今、あのね、癖っ気だから、前髪もね、なんかペンってやれば一応、その、視界は確保されるんですけど、うん、前髪は伸ばしたら鼻の先つくんですよ。すごいっすよね、これ。やばい、さすがに、嫁にももう、どこにかしたらって言われてるんで、はい、はい。探したんよ。うん、まず、前回行ったとこは、うん、まあ、多分いつでも予約取れるんだけど、個人的になしなんですよね、なんか。まあ、雰囲気とか。あんまりして欲しくないことをされたから、髪の毛ね。そう。あんまり、サイドを減らしていってたのに結構、まだ持ってたから。ああ、信用がね、ちょっと。うん、そう。で、前々回は、なんか予約取れんねん、全然。もう。なんかすごい人気店。前々回取れたのが奇跡ってぐらい。はいはいはい。で、やっぱ、その、結婚する前に行ってた。出た。そこまで遡っちゃう。を、そう、遡らなきゃいけなくて、まあ、そこは、いつでも取れるってわけじゃないけど、はい。結構ね、いいから、いいってんだけど、本当になくて。なんか、嘘みたいな話ばっかがね、電話しながら聞いてましたよ。正直。いや、まず、その、美容室って調べると、まあ、大体女性ばっかとこだ。そういうもう。まあまあまあ、まあ。美容院って感じね。そう。か、まあ、なんか良さげなとこも出てくるんよ。誰でも、こう本当にファミリーでやってますみたいな美容院も出てくるけど、うんうんうん、電話でしか受付してくれないの。そういうのがいっぱいありましたよね。なんか探してたら。で、もう僕なんかその日中なんか、そんな電話なんかしてられないんですよ。正直。はい。差し迫った用事でもなければ。はいはいはい。で、そのネットでね、予約できたかと思えば、LINE を登録してください。うん。もしかして、LINE で定型文とか送るのかなと思ったら、普通に、やり取りをしろって。だるー、だるすぎるー。じゃあ電話やん、それ。そうですね。で、こっちがさ、まあ僕が悪いんですけど、これは。来週行きたいですので、もう本当に。差し迫らないと予約しないから、こんなもん。うんうんうん。で、多分無理じゃん。そうですね。無理なのよ。来週、ネット予約で受け付けてくれるとこなさすぎ。だから、その、美容院じゃなくて、理容室はいはい、はい、床屋さんですね。ならいいのかなと思って調べたら、もう本当にね、おじいちゃんがやってるのは、うんうんうん、なんか、あれね、床屋のぐるぐるが回ってる、錆びれた家しかないの。はい。不毛の地。なんでどうしてくれんのなんだかもうやっぱ、引っ越しなそんなところ。どい中ではないじゃん。うん。まあ、田舎目だよ、正直。まあまあまあ。全然遠いから、遠いし、そう。そうですね。そんな人いないはずないんだけど、みんな逆にどこで髪切ってらっしゃる団地とかあるし、近く。まあでも僕も、よくよく考えてみれば、僕も髪切ってるところは、その、ちょっと都心部に出るので、その、家の最寄りで切ってないので。なんか、1000円カットとか、なのかな。どうなんでしょう。ちょっとなんか。なんなら、その前、一人で住んでた家の近くは結構山ほどあんの。え？あ、そうなんだ。綺麗めの美容室で、電話じゃなくて、はいはいはい、ホットペッパーか。ホットペッパービューティーとかで予約できたりするみたいなとこ、うんうん、多かったから、ちょっとショック。確かにね、それだけ聞くと、ちょっとね。うん、なんか、どうしてんだろうって思ってます、みんな。確かに。大きいのとこは、大きいのとこで決めとくべき引っ越しても。もうまあ、その、近辺にいるんだったらそうでしょうね。まあ一応その、前の家までもさ、空いてたら車で15分だから。うんうんうん、はい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 。そう、遠くはないんだけどさ、15分は走らせてるわけだし、車を。まあ、そうですね。そんな、あればいい、こと済む話だ。こっちであればさ、こっちでそう。だって前の家なんて、近く商業施設いっぱいあるし、道混んでるから嫌なのよ。うんうん、なるほどね。で僕今、どうしてんの？今、最寄りで調べてますけど、うん、まあ、5、6個は全然ありそう。その、電話じゃなくて、インターネットで予約できそうなとこってこと、うん、僕も今行ってるとこの前は最寄りだったんですけど、全然ネットで予約取れたし。あ、もう美容室で決めるべきなんかな、引っ越しとして。そうじゃない？そうじゃないって。だったら、発展してるか。まあ、そんなにね、今ってなんか美容室もこう、結構いっぱいあるイメージやっぱあるからね、とはいえ。なんか、わけのわからん名前のとこやとかさ。そんなばっかり助けて、なんかないの？家に来てくれるいい感じの美容師って。やだなぁ、あげたくなくない？玄関で。玄関で？お風呂場にしよう。それでもいいけどさ、まあまあまあ。なんかもっと、そもそもなんで男性用の美容室みたいなの少ないんだよ。作れ！今時の、ね、女優先するな、女性ばっかを。こっちだって髪切りたいんだから。男女平等だ。それはそう、本当に。まあまあまあ。お願いします。はい、ということで行きましょう。はい。冷やしここ。骨代わりな。ラジオ、自己満足。ベタな話をしよう。よシャンクスもそう言ってる。
今のシャンクスだったの？え？ベタな話をしよう。よシャンクスもそう言ってます。さすがシャンクス。ベタな話シリーズ、はい、多分前回がマジでトトビック当たったらどうするみたいな、はいはいはい、マジな話をしたと思うんですけど、はいはいはい、おふざけとかじゃなくですよ、タイムスリップしたらどうする？もう何したい？ちょっとレギュレーション決めて。レギュレーション、タイムスリップもやっぱこの形式があるじゃないですか。だからドラえもんみたいに、はい、今は今の自分として自分の体が過去に行く、うん、かもう若返りですよね。もうやり直しのパターン。いや、そのタイムスリップで言うんだったら、うん、その前者じゃないと自分の生きたよりさらに前にはいけないわけじゃないですか。ああ、はい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 。だから、そういう幅の広がりだったら今の自分が行く感じですけど、まあ、もちろん今の自分、今じゃ、あれね、自分と出会ったらおしまいね。ドッペルゲンガー、これは。すいません。だから、指図は無理。自分にね。難しいな。逆にあるんですか、骨氷さん、どっちがいいとか。どっちも話すじゃん。どっちもね、どっちものパターンでいきましょう。なるほど。じゃあ、まず前者として、タイムマシン型で。タイムマシンで行くとしたら、うん、じゃあ、すいません、そういうくじに当たったとしてね、くじ？その、使い回せるわけじゃないですよ、タイムマシン。一回だけ使っていいよって。もちろん往復ね、もちろん。なるほど、危ねえ。片道切符じゃなくて、往復切符を一回だけ使えますと。うん、まあ、滞在日数どうします？2泊3日？ 2 泊3日にする?2 泊3日にしよっか。2泊3日旅行。うん。できます。じゃあ、いつ行く？悩む。現在の自分に影響ありです。国内外かも？それはいいでしょ、別に。うわ、ちょっと悩むな。影響ありなんでしょう？そりゃそうでしょう。ちょっとそれ悩むね。だから、例えばね、紀元前行って、うんちして、今戻ったらそこから化石出てきてるとか。ああ。だから極論、そこでやっぱりなんか死んでしまったらもうおしまいだもんね、当たり前だけど。そうそうそう。まあそこは、ちょっとタイムパトロールが何とかしてくれます。ああ、タイムパトロール何とかしてくれるんだ。戦場に赴こうとしたら捕まるから普通に。え？戦場のことしか考えてなかった今。今どの戦場に行こうかなって考えて。例えばじゃあ何するの？今はだタイムパトロールもたまに見逃してくれるかも。で、国内だったら、うん、それこそ桶狭間の戦いとか見たくて、見る分にはいいんじゃない？参加しなきゃ、参加する気はないよ。それになんかその。参加してその戦死者増やしたら、ちょ、家族いるから、その人にもやっぱり。あ、そういうこと？そうそうそう。なんかそれだったら、そうですね。だから日本のそれを見るか、中国の三国志とか、そういうのを見たいなーって思ってたんですけど、その、うん、見てもなんか、映画見てる感覚と一緒になるかもって今思っちゃって。なんならさ、話し言葉もちょっと怪しいよね、その時代の。まあまあ、国内でもそうだよね。だからちょっとそのあたりをリアリティを持って考えるなら、翻訳機なしね。ああ、じゃあきついわ。無理だわ。ああ、でも、現代の翻訳機は持っていけるから、例えば、昔の中国語と今の中国語、そんな変わってなかったよ。いや、でも無理でしょ。相手がそんな翻訳機なんていうものを見たら、あらら、わらーってなりますよ。バヤンバヤンタイムパトロールに連れてかれて終わりだから。そうだな。ちょっとそうなると国内だし、あまりこう、昔のはちょっと無理かもな。いつだろうとはいえ、じゃあ本当に言語がない時代行くなら別よね。でもこっちも捨てなきゃいけない、生きるのに文化文明を。そう、確かに服見られたらおしまいだ、ね、そうですよ。めっちゃ背でかい扱いになるんだ。どうしよっかな。薄いね。なんかレギュレーションがいい感じに効いているというのかもしれませんが。いや、でも実際そうでしょう。だって自分がやったことで自分いなくなったら嫌だし。まあそうですね。そう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 。なんかさ、結局さ、結構前の、例えばそれこそ、パッと文化だけで言うんだったら、例えば平安時代とか、あとはまあ、あとはまあ江戸とかでもいいやとか思うんですけど、うん、やっぱ結構その伝染病とか入ってるしなとか思っちゃうと、ちょっと。そこは、って思っちゃうんですけど。時代に合わせてワクチンが提供されます。ああ、当時の。当たり前じゃないですか、そりゃ。あと海外行くのにも、打ってねって言われるんだから。あ、なるほどね。それはそうよ。だって、空港みたいなとこ通るわけだしね。それだったら僕は平安時代がいいです。蹴鞠見る。あと戸惑い込んで全然夫じゃないのに知らん女見に行くわ。なんで夜出歩いてんだよ、お前。危な。知らん男が見てる、女の人。あとは、だからね、女の人の先発の姿とか見たいもんね。長い髪、どうやって洗うんだろうとか。ああ、確かにね。文化ね。そうそう。そういう文化を見たいかも。意外となんか、歌歌うのとか適当だったかもな、みたいな。そんななんか厳かな雰囲気じゃなくて、ツイートみたいな感覚で、
歌ってたかもなーって思うとちょっと気になるかな、平安時代が。確かにね、結局文献や大河ドラマなどでしかね、うん、そうで、まあ、言語の問題は多分ある、さすがに多分全く通じないと思うんですけど。いやー、わかんないよ。けど当時とかだって別にそのいわゆるその時の中国が、まあ、唐とかさから来た人ってわかんないから、なんかそういう人たちの一味と思われないかなと思って、だからあまり不審な行動を取らなきゃ、まあ、まあ海外のやつかなみたいな感じで許してくれないかなっていう気持ちですね。はいはいはい。いつがいいんですか？やっぱポンペイを見るべきだと思うんですよ。ポンペイ？ポンペイの最後。なるほど。わかります？みんなポンペイ。今急に出てきた単語喋っちゃったからちょっと結構思い出すの大変だけど、イタリアかな？はいはいはい。イタリアのね、なんかすげえ昔の都市ですよ。はいはいはい。火山で。あ、そうそう、沈んだっていうか埋もれてしまった、はい、すごいあの水道の技術とかが発展されてて、なんかその時代にしては異常に発達してたっていう。ね、なんか結構下水とかも含めてね。まあ、そう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 。そのやっぱもう。あれって西暦いつ？なんか80年とかじゃないもん。そんくらいでしょ。だってギリシャローマ文化みたいな。79年にあの噴火で埋もれた。最後の3日間をね、すいません。噴火直前までいます。自分はいいね、すぐ戻れるから。ゴゴ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 ってなった瞬間、ワームホールがシュンって抜けて、危ねえ最悪。スパだから、その時代服ないから。ああ、まあでもそれはみんなフェアだし、何も思わない。いや、これも私 NHK スペシャルでしか見たことないから。はいはいはい。でもあれ、やっぱ文化ですよね。あれってでもさ、そう、火山の影響でさ、うん、なんかすごいなんか、人の形がそのまま残ったさ。あ、そう、出てくるじゃん。抱き合ったままの化石とかね。そうそう。だから、骨氷さんが万が一、ワームホールが目の前で消えたって言って、うわーっていうのが。タイムパトロールが許さないから。あの、2時間前とか結構余裕持って回収されるから。あー、ダメか。この時代、あれこの化石万が一その3日で仲良くなったやつがいたとしても急に亡くなるやつだから。なんだ。そしたら、じゃあその水道技術だけじゃなくて、銀歯が見つかるみたいな。ないか。またないよ。あと、私銀歯ないし。そう、ないんだけど。そう。なんか、異常にでかい人間ではあると思うよ。確かにね。この時代にしては。そう。なんか、すごい、自分だけ見れるっていう特権をやっぱ味わいたいよね。あ、結構そこは価値観の違いですね。人気かもしんないけど、ポンペイは。私はもう平安時代の都に行かせていただきます。でもやっぱそうなるよね。なんか影響を及ぼせないってなるとね、自分に。うん、まあ及ぼすつもりも元からないしね。そんな決まったって言ったらできる、過去に対して。観光だからね。そう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 。観光だからこんなもんよ、みんな。じゃあ逆に、あれじゃないですか、自分の過去に戻るとして。巻き戻しね。戻るとして。これはもうあれよ。今に戻れないからね。きつー。そのまま、あの、等速で進みます。でも、知識は今のままってことですか？当たり前よ。それ、全く意味ない。おんにゃーってなったらおしまいなんだからね。まあ、そうか。同じタイム、ラインを送るだけになっちゃうから、その後。むずいな。もちろんね、今昔じゃなくて、本当に自分の生まれた時まで戻れます。あなただと2000年でだから、最大。そうですね。そう。私はちょっと言いますよ。まだ。じゃあ、骨氷さんからちょっと先言ってもらっていいですか？本当にこれは私ずっと言ってるけどね。はい。ちょっと調べ物していい？一瞬。はい。1970? どうしよう。めっちゃバカなさ、検索してたらどうしよう。終戦いつ？7年前。7年前ってことは？もっと前か。もっと前か？いや、9年前。何歳ですか？本当に P かけるよ。あ、もう言わねえか、そのままスルッと。はい。ああ、まあまあまあ、そうだね。確かに。そう。なんで？これは、本当に、ビットコインをめちゃめちゃ買う。つまんねえ、男。もっと前でもいいよ。はい、はい。なんだ、2011年ぐらいかな。だからもっと前でもいいけど、まあ、現実的なラインとして。まあ、この頃ビットコイン、1ビットコイン$217とか、ドルだからあれだけど。ああ、まあでも今と比べたらね。そう。その、しこたま、バイトして全部ビットコイン買うっていう。で、親に何を言ってるんだと言われても買い続ける。ちょっとつまらんわ、この男。で、正直、私何年って言った？この時大学生なんですよ。はい。ん？大学生か。大学生じゃない？大学生だ。大学生だから、そんな進路は変えれないよ。まあ、最初からインフラやってるから載せあるよ。新卒でね。ああ、まあまあまあ。今は、めっちゃ強くない？社会人としても。まあ確かに。
そうか、うん、そうそうそう。かつビットコインでもガッポガポで、ちゃんとね、今年の3月の頭とかに上振れだから、うんうんうん、それだけ覚えて耐える。ああなるほどね。それじゃあ億万長者になって。ガッポガポ、はい、もうすいません。人生上がらせてもらいます。でもそしたら結婚してなそうだね。どうかな。ああ一人でね、なんとかできますって言って。そう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 。え、じゃあこの意見を今言ったら嫁から猛反対、ね、そうかもしれませんよ。これじゃあ買った上で私を見つけろって言われる可能性もねあるけど。あでもそのだって記憶があるんならさ、全然探すことは余裕だよ。まあ、確かにね、名前だし、インフラを勉強したら別にその前の会社も入れるわけだから、そのためだけに入る可能性がある。え、めちゃめちゃ強いよ。なるほどね。そう、なんかそのやっぱ宝くじとかさ、まあ、馬券とか言うけどさ、うんうんうん、あの記憶が持てるわけなくない？その、はいはいはい、この時期この試合のこの馬券これ買うって決めてさ、うわーって戻るじゃん。はい、何番と何番と何番だっけってなったらもうおしまいなわけよ。なるほど。だからもうそれじゃなく、もうそうそう、この時代にいてビットコインを買う、これだけだから。なるほどね。でゲーセンバイトも死ぬ方だ。大学もなんなら卒業しなくてもいいぐらいでも、ああもうね、即戦力で働けるもんね。そうバイトバイトで、たまにインフラをちょっと触る、今とやっぱ違うから環境ね、触って、はいはい、もうほんとたまったら仕事で嫁だけ拾ってみたいな。なるほど、これじゃないですかね。すいませんね、最近で、僕は、あなたは、9年前、2015年、普通に高校生からやり直します。何がそのやり直したいポイントというか。いや、やり直したいポイントじゃなくて、僕高校が一番楽しかったんで、また楽しいことをしたいっていう気持ちだけです。何かを、知的すぎるって、何かを、知的すぎるってさ。いや別にいいですよ、人生なんてそんなもんでしょ。でもそれでまた戻ってこなきゃいけないんで、ここに、うん、まあ、あと強いて言うんだったら、高校の時からダンスを始めてるかもしれないですね。あー、そういうのはね、そうあるかもね。高校の時からダンス始めて、でもうちょっと自分のことを見つめ直してるかもしれない、進路含めてね。なんか結局さ、今24歳の私が15歳になるわけだから、うん、どうしても周りの人はさ、その考え方が稚拙だなって絶対思っちゃうじゃないですか。まあ、それはしょうがないこと、何も考えてない。そうそうそう、でも、うん、実際当時の僕も、まあ、そうだから高校が一番楽しかったっていうことはあると思う、正直、うん、そうだから、そこにこう自分も重ねつつ、ただまあ自分がじゃあその先ね、タイムスリップ前こうしてたなっていうところから逆算して違う方向性に進みたいなと思います。ダンスとかさっき言った、それはあくまで趣味。どうだろう、わかんない。でも例えばそのままじゃあ行ってサークルダンス入るとかね、大学で。はいはいはい。そう、もう一回さ受験勉強するの嫌じゃない。それもあった、あの大学だってビットコインってもっと前からあるからさ。ああ、そういうことね。戻ろうと思えばそう戻れるけど、まあ、そうそう。確かに、それはちょっとあるけど、推薦頑張るか。ダンス推薦？ダンス推薦じゃなくて、普通に推薦で入るかもね。だし、勉強はね、そんなにしたくない。バイトをもうちょっといっぱいしてるかもな、社会経験として。別のバイト？スーパー以外の。なんか、単発バイトをめっちゃやる人やってみたい。うわ、軽作業？軽作業はいいかな。なんかすごいなんかイベントスタッフとか。あの携帯売る人？それは携帯契約する人？じゃあそれは違います。それは違うけど。それ違う。なんかそういうので、なんかこう今僕はその比較的人に恵まれてるなって思ってるんですよ、今この人生もね。はいはい、だけど違う形で人脈を築いてみたいなと思う。あ、からどうするそれで後悔したら。まあそれはそれでしょうがないよね。ヤクザの世界に手を染めて。じゃあちぎりを交わして。まあそれは戻れないからね。まあでもまあそういう感じかな。まあ今の記憶があれば修正も容易な気はする。まあ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 、そうそう、そこはね、骨氷さんと同じ考えは正直ある、根本に。でビットコイン買えるんだったら買ってね、もう。いやまあ買わないかもな。え、なんか上がりが確定するのに。まあ確定するけど、100ビットコインあればもう今6億とかだよ。あ、買います。買えるだけね、買えるだけ買っとけばもう。そうね、そんななんかインサイダー。
タイムマシンインサイダーが。インサイダーだろうな、これはマジで。タイムマシンインサイダーです。これ言いふらしたら終わりだからね。いや、そうですね。やっぱり。でも、自分で抱えとかね。誰が裁くの？タイムパトロール。あ、タイムパトロール、そこはちゃんとしてんだ。許すのね、買うのは。そのタイムパトロールが捕捉した後にやっぱバレるから、それは。なるほど。そう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 。まあまあまあ。親にも言えないってことじゃん。そうですよ。謎の、先見の明がある高校生とか大学生とか生まれる。わぁ。しかも戻ってきたって親に言えないよ。しんど。急に黙っておくことのしんどさ、やっぱり。それはあるよね、何事も。そう、なんか急にさ、会社に入って嫁だけ拾ってさ、会社辞める激ヤバ男じゃん、はたから見たら。確かにね。なんでそんなことをしたのって言われたら、こうなる気がしてしか言えない。ちっちょいナンパ男みたいになるわけだ。そうそうそう。っていうプラン。まあ、まあ、過去に戻るって言うとそんな感じですね。はい。え？未来に行くよ。未来か。未来？未来は、今未来は無理だから、まあまあまあ。やっぱ観光一択ですよ、行くなら。観光一択ね。一択で、まあ自分がまだ生きてるだろう時にも行けるけど、もっと、自分とは出会っちゃいけないし。もっと未来とかでも、まあ別にいい、ね。そう、もちろんいい。はい。いつ行く？どうしよう。ビットコインの為替確認しに行きますって。悲しいよ。なしじゃないけど、そんなことに使いたくないよね。2泊3日です。行けるとしたら。2泊3日？限界がね。むずいね。そう、今に何も影響はないからね、こっちはもう。でも逆に未来だから何もわからなすぎて、その、歴史的なね、あれもないし、どうなってるかそれわかんないじゃん。今さ、めっちゃ変なことして影響を確認しに行くみたいなね。何のため？まあでも観光的なところで言うと、うんちょうど65年後とか。うわー、生きてるか怪しい。に、イタリアのベネチアに行ってどんくらい沈んでるか見るかも。なんか言ってるよね。そう、なんか2100年ぐらいには消えるかもみたいな言ってるから、ちょっとその10年くらい前の2090年くらいだったら、まだギリ。めちゃめちゃのベネチアが。そう。なんか、どうにかその状況を観光資源に、なんかしぶとく頑張ってんじゃないかな、みたいなの見たい。もう全部船で移動しますね。そうそうそう。川だけじゃなくて。まあ2泊3日くらいだったら言語通じないのも耐えるかな、僕は。まあ、コーディネーターの確保もできるでしょう。それくらいなら。でしょ？あんま未来すぎるともうわかんないもん。なんか3000年後の日本へって言ったら急にもう日本全部さ、なくて大陸が。いや、それこそ言語がね、もう。そうそうそう。変わってるでしょ、3000年とかありゃ。どこにするんですか？わ、むず、自分に振られるってこと今考えてなかったの。私はまあ、水の、まあ、島とかもありますよね。なんか、オセアニアとかに南国でも水に沈む島とか、なんかそういったところがどうなるかっていうのは、うん、まあその野獣馬心ながら見たいかなって思います。未来に行ってね、やっぱ得をしたいのよ。はあ、私とは本当に感覚が合わないね。得、でもポンペイは別に得はしてないもんね。まあね。壊してないし、でもそれこそ未来の知ったら本当のインサイダーだね。いや、そう、これは多分禁じられてる。ダメだと思う。本当に多分ダメだよ。為替のページを開いた瞬間ジジジジジってなります。強制機関ですって言われて返されるから。そう、帰るところ森の中になっちゃいますよ。そんな、そうそうそうだよね。見ないように、見ても多分記憶が消されるよね。でしょうね。ってなると観光でしょ。本当に自分が死んでるであろう2200年とかも、マジン100見てね。はいはいはい。の、本当に PS いくつか見に行くかも。もう。ああ。そこまで。PS じゃないにしろ、多分もう電極は来てると思うのよ。ああ。電極が、ね。頭の電極はそう。ああ。その頃にはソニーと任天堂が統合してんじゃない？なんか、ゲーム連合みたいな。ゲームパブリックがさ、リパブリックがもう。多分全部そうなってるだろうね。ね、なってるから、そう。ちょっとそれを、なんか発表会かなんかに紛れ込んで、本当にアホなふりしてね。ああって言って体験して帰ってくる。E3 だけ残ってる。そう、E3、なんか3日間ゲームイベント行って、満喫して帰ってくるかも。確かに、その頃にはもう全部さ、もう全部のイベント、椅子が用意されてる。VR じゃないなんてね、マスも。コントローラー。VR のやり方ももう、その、なんだろ、視野を司る部分に電極をぶっ刺してよ。うんうんうん。完全に、脳を支配してやってる可能性すらね。まあ、イーロン・マスクあたりが多分。まあ、もう。やってるもんね、もうなんかニューラリンクってね、今ね。まあ、脳みそだけになったイーロン・マスクが。知ってる。あ、そうか、イーロン・マスクも死んでるか。そう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 。基本的にはね、そうか。かな、なんか、体験はできるじゃん。そういうの。そうですね。ポットの中に入ってね。突入したい。うわ、コナンでしか見たことないやつ。コクーン。ゲンタが消えるやつね。
そう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 。ああいうレベルのもう体験からもう見るってより、だって見ても正直わかんないじゃん。そういうのこそはね、やってこそだから。そう、だってその、地球のそのなんかの島が沈んでるの見ても、あーとしか思えないし僕はね。それだったらそのフレキシブルな体験をしたいってことですね。そのなんかそう、もうその、もちろん体験したことあんま話しちゃいけないってなるんだろうけど、まあそれでも、ね、体験できたって事実を自分の中で留めておけるんだ。無理でしょ。言いたいでしょ。もうな。めっちゃ痛い。言いたいでしょ。ダメダメダメ。ダメだ。狂いそうになる。でも言った瞬間、あの、生体破壊されるから。いや、パンパンって。いや、なんか言えないようになってるならいいけど、言って処罰系なら無理だわ。ああ、なるほどね。言えないように、体が改造されるんだったらいいけど。その制御は無理だから、さすがに。言ったことが漏れた瞬間よ。じゃあいいです。それだったら、その沈むベネチアとか見て、あれ絶対沈む。あ、その沈むベネチアの話も。え、でもあれ沈むよね。っていうもん。あ、沈みますじゃん、ね。沈むよ、ね。あれは沈むよね。っていう。なんか、テンションなら。そうだね。ベネチアとかは沈むって言われて見に行って沈んでるだったらもう、自分の想像の域は出ないから、正直。そのくらいの方が。本当に沈むんかみたいな疑問視してる人もいるわけじゃないですか、それは。そう。まあね。でもどっちにしてもじゃん。あ、沈まなかったね。のパターンも考えられる範囲だし、あ、やっぱ沈んじゃうんだけど、そんなゲームに没入して、だってもう、電極刺していきましょう。もうそんな言いたい言いたい、そんな考えられること。ここで言いたいもん。でもねえ、電極刺した男タイトル。そのラジオだけあのもうエラーでもう再生できない。グレーアウトして。いやー、でも俺は行きたい。俺って言っちゃったもん。俺は行きたい。まあまあまあ、行けるならね。だってこの時代の人間で唯一できることだから、唯一してる人間になるわけだから。なるほどね。結局夢物語ではありますけども。そう、うん、でも本当はちっちゃくやり直したいこといっぱいあるよ、人生で。人生って本当にそう、ちっちゃい失敗の連続です。本当幼稚園からあるかも、これ全部。生まれた時からかもな。ゴーハロー、ハロー、旅立ちの日に風に咲く夢が舞う。もうすっかりね、肌寒くなってきまして、はい、あのまあ、秋って感じだと思うんですけど、うん、あのこの間あの地域の祭りがございました。秋祭り。ああ、やってたかも。そうで、結構それに参加してきて、あのうちはまあなんか詳細は伏せますけど、まあ、伝統芸能とかもあったりして、まあ、結構なんかそういうのもあったりするんですけど、まあ、その傍らですね、ちょっと事件は起こりまして、ちょっと行ったんですよ、僕、お祭りに。で、お祭り、もう一日お昼過ぎくらいから夜までやってて、僕が行ったのも夕方前くらい、あの散歩がてら行ったんですよ。でもその時間って全然なんか準備してる段階とかで、でなんかまあ、ふらふら、本当に狭い会場なんで、ふらふらっと見て、懐かしいなとかって思いながら帰ったんですけど、うちはその親戚がまあおりまして、近くにね。で、その親戚はまあ中学生なんですよ。で、中学生の同級生みたいな、中学生とか結構いて、うん、で、その、あ、まあそうだよね、お祭りって楽しいよねって思いながら見てたら、急にうちのいとこなんですけど、親戚というか、いとこの名前が出て、の、いとこがいるらしい、みたいな、って急に言ってて、で、後々話に聞いたら、私のいとこが LINE で友達に、自分のいとこが今から祭りに行くらしい、みたいなの、なんか友達に言ったことで、そっからなんか広まって、え、あいつのいとこ、かっこ、年上がこの祭りに来てるらしいって言って、なんか、探しが始まって。なんで？ね。で、なんか、僕は、あの、顔を帽子で隠しながら、お祭りから帰ってったんですけど、なんか怖い。なんか、一人一人顔を覗き込んでて、大人の。え、そう、探してるやつが。そう、複数人で。どうすんの、その人。わかんないから、怖いなって思いました、中学生。覗き込んでわかんない？わかんないと思う。だって別に似てるかって言われたら似てないし。じゃあ顔出しておかしい。怖いでしょ。そんな中学生にリンチンされたらどうすんだよ。親父狩りだぞ。リンチンすんだよ。親父狩り。どういう街なんだよ。もう怖いです。あれか。やっぱ外国人いっぱいいるとこか。違います。怖いなぁ。早く引っ越せ、そんなとこ、本当に。